ヨハン・ルート・ビヒ・ブルクハルトは、スイスの旅行家で、東洋学者である。フランス語で手紙を書き、フランス式にルイスと署名した。京ヨルダンにある、ペトラッシュの遺跡を再発見したことで最も知られている。ブルクハルトは、ローザンヌで生まれた。ライプツヒとゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲンで学ぶと、1806年の夏に、イングランドを訪れ、自然学者。 ヨハンフリードリヒ・ブルーメンバッハからジョゼフ・バンクスに宛てた招待状を届け、アフリカ協会の会員と共にニジェール川の水源を発見する遠征隊を立ち上げようと1809年に申し出を受理した。ムスリムとして受け入れられれば、アフリカへの旅は容易だとの信念のもと、申し出が受け入れられると、ブルクハルトはアラビア語を学ぶためにレバントへの旅行を計画した。 準備として、ブルックハルトは短期間ケンブリッジ大学でアラビア語を学び、国書の時期にイングランドの田舎で帽子をかぶらずに放浪し野菜と水で生活し、吹きさらしの場所で眠ることで探検家としての厳しい体験に向けた準備をした。ブルックハルトは1809年3月にマルタに向けてイングランドを出発し、そこから次の秋に、 アラビア語を完全なものにし、シャリーアを学ぶために、シリアのアレッポに赴いた。東洋の生活に関する知識をさらに得るために、ムスリムに変装し、名前を、シェイク・イブラヒム・イブン・アブダラーとした。家族は否定したが、イスラム教への改修が、偽りのないものであったとの指摘がある。2年間を、レバントで過ごすと、アラビア語を完全に習得し、重要な試験を経て、 イスラム教のほとんどを学んだムスリムが、シャリーアの博士であると自称することに疑いを持たない、ほどに、クルアーミやイスラム教と、シャリーアに関する注釈の正確な知識があった。シリア滞在中にブルクハルトは、レバノンダマスカスパルミラを訪れ、この地域の一連の探検旅行を行った。今日のヨルダンにあたる地域でこうした旅行の一つから千年近く発見されていなかった。 ペトラの大規模で珍しい遺跡の発見につながった。この発見の衝撃に満足できず、ニジェール川の水源を明らかにする当初の目的を遂行することにした。従って1812年にリビアのフェザーンに向かうキャラバンに加わる目的でカイロに行った。ブルクハルトはダルマンハスマデナイル川を遡る、この目的を一時禁止され、 その際、正方に向かうことは、不可能であることを理解し、後悔を、ベルベルやシェンディに沿って、スワキンに向かいながら貧しいシリアの商人に身をやつして、ルービアン砂漠を通る旅行を行い、アブシンベル神殿の壁の一部を発見する。そこから、ハッジの方法で、メッカへの巡礼を行った。メッカに3ヶ月滞在し、その後マディーナ、スウェズを訪れた。 最も深刻な欠乏と苦難を耐え忍ぶと疲労困憊の状態で1815年6月にカイロに戻ったが、1816年春に市内山に旅行し、そこから6月にカイロに戻り、そこで再びフェザーンに向かう準備を行った。この目的を遂行するにあたって数個の障害が立ちはだかり、ついに 長らく夢だったサハラオーダンのキャラバンが出発する、準備をしていた1817年4月に赤痢にかかり、10月15日に死亡した。時々注意深く、イングランドに、日誌やメモ、手紙の写しを写していて、失われたものは、ごくわずかだった。800巻に及ぶ東洋の古写本の収集品を、ケンブリッジ大学の図書館に送ることを遺言していた。 ブルックハルトは2005年の BBC のドキュメンタリードラマエジプトでトーマス・ロッキアーにより描写された。著作は一著として次のものがアフリカ協会から出版された。ベルコルト、ジョン・ルイス。A. ケンブリッジやラン内データベース。ユニバーシティ・オブ・ケンブリッジ。ニュー・インターナショナル・エンサイクロペディア。ありがとうございます。